マンダラにまつわるもう一組の本があります。北インドのラダック地方、西チベットと呼ばれる荒涼とした土地ですが、そこに散在するチベット仏教寺院の華麗な壁画を修正した二つのマンダラ本、同じサイズの豪華本です。別々の出版社が出している。版元をことにし、刊行時期も4年ずれているのですが、一対をなす画集として計画され出版されました。日本の出版界における珍しい試みとなりました。青い箱のマンダラと赤い箱に入ったマンダラレンゲは、それぞれの蓋を開けると中から2冊ずつの本が現れます。壁画集と解説本です。青い箱の本は大宇宙としてのラダック地方全域の仏教美術を収録している。赤い箱に入った本はラダックの中の主翼とされるアルチという一寺院の壁画に焦点が当てられています。小宇宙としてのアルチ寺という寺院の美しいマンダラの紹介です。チベット仏教壁画をめぐる大宇宙と小宇宙、その豊かな成果を紹介する一対の造本、ラダックをめぐるこの二つの豪華本もまた細部に至るまで、二に不二の理念が貫かれています。